はい、こんにちは。秀典ミュージックスクール校長、秀典です。ルイス。オクターブ奏法やパワーコードの際に、人差し指&小指で押さえると、小指に力が入らず、まともに押さえられません。何かコツなどありましたらご教授いただけますと幸いです。確実に根本が足りないですね。ここっすね。場所言うと。ごめん、細かいことは言わないです。根本マスターパッケージ買って根本鍛えてください。多分、こういう動作もできないと。見て僕のこの、ここの筋肉の厚さ。このムキムキ感わかる？この。単発に来てね、こう僕の手触るとみんなびっくりするんですよね。どんだけごついんですかみたいな。自分でも思うもんね。右手はそこまでなんですけど、左手のこの手のひらのゴツゴツ感すごいもん、ね、結構ビビると思いますよ。だから鍛えられてないんですよ、単純に。これも単純に考えてもらっていいですね。小指に力が入らない、力が入らないってことはなんか弱いんですよ。小指の力の入れ方が分かんないってことは、小指の力を入れるために必要なところの筋力が足りないんですよ。小指じゃないんですよ、実は。指の話ってコンポマスターパッケージ後編になるから、まあ、後編が出た時に前編と一緒に買うでもいいと思うんですけど、後編のための前編なので、前編を早めにやっといた方が後編すぐですよ。これだけ言うときます。前編は本当に準備というか、前編でもみんな結構苦労してるからね、難しいと思うんよね。なるべく根本の前編を鍛えるのも割と時間取ってほしいよね。前後編買ってパッとじゃあ後編に移れますかなんて、いやそんなことはないと思う。だいぶみんな苦戦してる。メネサポもらってる人もね、早めに早めによろしくお願いします。早い方がいいです。営業しますよ。教材の営業はめちゃくちゃしますよ。レッスンの営業はしないけど。はい、というお話でした。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。